ははいこんにちは親の力です今日は子どもにはですね誰にも生まれつきの性格とか才能といったものがありますよね。性格としてはせっかちであるとかマイペースである社交的とか内向的とかね嫌なことは後回しにするとかねあるいは先にどんどんやれるとかまあこういったものです。才能としてはですね運動神経が良いとか悪いとかね 数学がが得得意であるとか不得意でででああるるととかか不片付けが上手下手下、まあ、こういったものです、まあ、生まれつきの性格や才能資質というふうにまとめて言うこともできますけどねこのですね生まれつきの性格とか才能っていうものをですね無理に変える直すというふうに思うよりもね無理なことはちょっと抑えておいてですねあの目をつむって先にどんどんね長所を伸ばした方がうまくいきます。 なぜならですね生まれつきのものってなかなか変えることができないからですね。絵が好きだったらね絵を応援してあげてください。絵なんか描いてないでもっと漢字を書きなさい。まあこういったことでね親がですね自分の価値観を押し付けるのはよくないです。運動が好きなら運動をダンスが好きならダンスをメカが好きならメカを応援してあげましょう。子供がね好きで得意なことこれを伸ばしてあげた方が 良い循環が始まりますねまず毎日が楽しくなって生き生きしてきますよ自分に自信がついてきて他の面でも頑張れそうな気がしてくるんですねこれが良い循環というものですそれと同時にですねもう一方ではですね苦手なことに対しては親が目をつむってあげるこういう勇気が必要ですねマイペースでのんびりしている子をですね叱り続けても無駄ですね 生まれつきのリズムですこれはねなかなか変えられないんですね。でマイペースな子は穏やかで優しかったりするこういうことが多いんですね。それでよしとしてあげてくださいよ。私のまあ長年の経験によりますとですね片付けの上手下手これもですねほとんど生まれつきですね。私は先生としてね640件のうちを家庭訪問してきて こういった証拠はもうたくさん見てきましたね片付けが苦手な子を叱り続けても簡単には治らないです生まれながらに苦手なことこれはですね親が叱り続けてもね簡単には治らないんですよ治らないだけならいいですけどね治らないだけでなくね深刻な弊害が出てくるんですねまずよく叱られる子はですね自分はダメな子なんだと思い込んじゃうんです こうなるとですね、何事にもやる気を失っちゃうんですね。これが悪い循環ですよね。また、親の愛情を疑うようになるんですね。そういった不安からですね、衝動的に親に心配かけるような行動をしてしまうこともあります。親が心配する姿を見てね、あ心配してくれてる。まだ愛されてるんだ。ということでね、親の愛情を確認するわけですね。というわけで、生まれつきの史実に沿って伸ばす。 これが大事です。そのためにはですね一方で得意なことを応援しつつもう一方ではね苦手なことを叱り続けるのはやめて勇気を持ってね目ね。一つ目のはね、えー、好きで得意なことを応援するってことはまあできるんですけどこのね苦手なこと短所に目をつぶるってことこれができない親御さんが多いですね。 この2つ目も実行することでね。初めて子供をね。大いに伸びていくことができます。目をつむる勇気。これ、本当に大切ですね。